仙台ゴスペルフェスティバルは仙台市都心部で開催されている人の歌声に特化した無料の街角屋外音楽祭。公式略称はゴスフェス。近年は11月中旬の土曜日に開催している。2002年、ゴスペル精神の重要なキーワードである感謝を歌声で表すとの意味も含め、感謝の語が入っている祝日である勤労感謝の日に初開催した。 しかし、仙台の晩秋は寒く、長時間の合唱で古希から体温が奪われることもあり、開催時期が次第に早まっている。ゴスペルソングを中心とした音楽祭であるが、必ずしも宗教を音楽に特化したものではなく、一般の合唱曲も歌われる。オルガン、ピアノ、電子ピアノ、カラオケなどの伴奏、あるいはアカペラで、 数人から数十人のコーラスパフォーマンスが仙台市中心部各地で同時に行われる。初期の頃は、高等大公園、野外音楽堂でも開催されていたが、楽器を使わない歌声の祭典という特性から、現在は合唱団体と観客の距離が近くなるよう工夫がなされている。すなわち、特別なステージセットは組まれず、クワイアと監修とは道端の同じ高さに立ち、 書き根もない。監修に簡単な歌詞カードを配って、監修と一体となって歌うクワイアもある。そのため、仙台市都心部で行われる数ある無料の街角野外音楽祭のうち、出演者と観客の間が最も近い音楽祭とも言える。定前デラストリートジャズフェスティバルイン仙台のフォーマットに習い、市民、ボランティアが中心となって開催する無料の 街角野外音楽祭という開催形式である。現在は JR 仙台駅から歩行者専用道路のアーケード街である中央通り及び一番町を経て高東台公園、円形広場に至る監修の動線を想定し、歌声による回路を作り出す配置になっている。また、帝国にはすべてのステージで同時に大ハッピーデ y が歌われ、 疑似的に街中に広がった一つのクワイアが一つの曲で街を包み込む。ストリートステージ終了後のフィナーレでは集まったクワイアと監修で大合唱がなされる。2008年は公募で200人のゴスペルマスクワイヤを組織しフィナーレを締めくくる企画もある。2006年の例2008年の例ありがとうございます。